皆さんこんにちは。平成ジャンプで活躍した男性アイドルである伊能圭さん。今回は伊能圭が経歴詐称をしていた真相と、非難が殺到でファンが完全に分裂していた現在やについて紹介します。まずは伊能圭の履歴とプロフィールから紹介します。伊能圭は日本のアイドル、タレント、歌手、俳優であり、男性アイドルグループ平成ジャンプ及び平成ベストのメンバー。2007年9月24日、平成ジャンプのメンバーとなる。2009年1月5日、横浜アリーナで開催された平成ジャンプのコンサートで、明治大学理工学部建築学科に栄養入試で合格したことを発表した。4年後の2013年、同学科を卒業。また、その後は明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻博士、前期課程に進み、アイドル活動と並行しながらも2年で終了。大学院を修了したのは当時事務所初。大学院進学と修了については当時公にしておらず、2024年10月19日に放送された日本テレビ系列アナザースカイの番組内で初告白したアイドルグループ平成ジャンプの伊能圭さんが、2024年10月19日放送のテレビ番組アナザースカイで大学院を修了していたことを明かした。 X では驚きや称賛の声とともに、同じく大学院を修了しているスノーマンの阿部亮平さんに注目が集まった。明治大学理工学部建築学科を卒業している伊能さんは、番組内で名建築を訪ねるためフランスパリへ。その中で大学へ進学した理由として、当時はメンバーの中で一番、個人の仕事はほぼなくて芸能の仕事で食っていけるという自信がなかったと話した。さらに、学部卒業してもまだ仕事一本でやっていくぞっていう勇気もなかったのか、公表はしてないけど大学院も2年で終了したと明かした。大学院では新領域創造専攻だったといい、建築を4年間学んだベースの上に違った領域のことを勉強して新しいものを提案しようよみたいなと説明した。大学院卒は初の公表とみられ、 X では驚きや称賛の声が寄せられた。その際、思い出した人が多かったのは、同じく大学院を修了しているスノーマンの阿部さんだ。阿部さんは18年3月に上智大学大学院理工学研究科を修了。テレビ番組によってはジャニーズ初の大学院卒と紹介されることも。阿部さんは気象予報士の資格も取得しており、インテリキャラとしてクイズ番組や情報番組などでも活躍する。番組では伊能さんの大学院の修了時期は明かされなかったが、仮に2009年の学部入学からストレートで進学しているとすれば、大学院は15年修了となるだろう。そうなると旧ジャニーズ初の大学院卒は伊能さんだったということになりそうだ。 X では、これまで阿部さんが旧ジャニーズ初の大学院卒として注目を集めていた中、伊能さんは無言を貫き通したとして懐のでかさやばいとする声や、伊能さんが阿部さんより先に大学院を修了していたとしたら気まずいのではといった声が上がった。もっともどっちが初でも2人の努力に優劣はないよね、本当にどちらもすごくて尊敬ですよねといった意見が上がっている。伊能さんは2013年まで明治大学の理工学部建築学科で学んでいました。それもあって、フランスの名建築などに足を運んで自らの人生に思いを馳せていました。番組では初めて明かされたこともあった伊能さんが実は大学院卒だったというのです。明治大学大学院の理工学研究科の新領域創造専攻を2年間で卒業したとのこと。2013年に大学を出ていますから、大学院は2015年に卒業したということになります。伊能は2007年に平成ジャンプとしてデビューしており、多忙なアイドルでありながら大学を卒業しただけでも快挙だが、さらに大学院も卒業していたことを約10年間明かさずにいたのだ。しかしこのことで一部では対立騒ぎが起きているという。スノーマンのファンと平成ジャンプのファンの間でちょっとした論争になっているようです。一体なぜスノーマンの阿部亮平さんが上智大学理工学部の大学院を2018年に卒業しており、これまでジャニーズ初の大学院卒アイドル
としてバラエティ番組やクイズ番組で活躍していたからです。2015年に伊能さんが大学院を出ていたとなれば、本当の書は安倍さんではなく伊能さんになるため、ファン同士で対立しているようです。一体なぜスノーマンの阿部亮平さんが上智大学理工学部の大学院を2018年に卒業しており、これまでジャニーズ初の大学院卒アイドルとしてバラエティ番組やクイズ番組で活躍していたからです。2015年に伊能さんが大学院を出ていたとなれば、本当の書は阿部さんではなく伊能さんになるため、ファン同士で対立しているようです。阿部派のファンからは、書院卒アイドルを何年も売りにしてきたのに、今になって実は事務所初じゃありませんでしたって言われるのってだいぶグロくて、書院卒を売りにしてる人がいる中で、実は初の院卒は俺でしたってやるの性格悪いところ出てるなって、売れなくなって保険として取っておいた院卒カードを切って再注目を集めたかったのなどと、10年間伏せていたことに批判の声がある一方で、伊能派からは、阿部が初の院卒ジャニーズって売ってんの黙って見てた、伊能くんの懐のでかさやばいな、今までテレビで阿部くんがジャニーズ初の院卒って紹介されてたけど、どんな気持ちで見てたんだろう、阿部どんまいすぎる、二度とジャニーズ初の院卒アイドルっていうキャッチコピー使えないね、 www と、実際は書ではないのに自称し続けていた阿部への批判が相次いでいる。ただどちらもアイドルでありながら学問を追求したことに変わりはなく、これに関しては阿部くんも伊能もすげ天才だけでよくね、どっちが初でも二人の努力に優劣はないよね、どっちもすごいでよくないですか、といった声も、阿部自身も初が伊能でもいいの OK と思っているのである。ファンのパワーにより所在地まで判明した伊能さんの自宅マンションですが、その所在は港区だと言われています。港区のマンションといってもピンからキリまで様々ですが、高額所得者で芸能人ともなると一般のマンションよりはハードルが上がります。実際芸能人が住む港区の高級マンションというと、その代表として六本木ヒルズレジデンスや赤坂座レジデンスなどが挙げられます。ジャニーズタレントも多くが港区に居住していて、高輪座レジデンスや青山パークタワーなんかが人気だということです。特に青山パークタワーにはかつてジャニーズ社長ジャニー北川さんが住んでいたことでも知られています。伊能さんもおそらくどちらかを住まいにしているはずですが、セキュリティ万全でありながらも住所が特定されてしまったのは残念な話です。高級そうなマンションに住む伊能さんですが、気になるのはそのお家賃です。芸能人であることや港区であること、そしてセキュリティが万全な高級マンションの相場を見ると、おおよそ月60万円前後ではないかと見られます。もちろんそれ以下かもしれませんが、高くても70万円ほどということで、平均で言えばやはり50から60万円の間と言えます。月50から60万円の高級マンションに住めるほど仕事が順調な伊能さんですが、ズバリ年収の方も気になります。調べたところ、意外にも年収は想像よりもやや下で、伊能さんの年収額は約900万から1000万円だと言われています。ジャニーズの給与体系は年功序列ということで、ジャニーズに入った順で基本給も決定されていると言われています。伊能さんの場合、2001年入所で20年に及ぶジャニーズ歴と、2007年のデビューから2023年現在で16年のキャリアがあります。それプラスで単独 CM や情報番組出演、ドラマなどのインセンティブがあるかもしれませんが、他の平成ジャンプのメンバーもほぼ同額と見られます。長く在籍すればするほど上がっていくのが年功序列なので、今後ますますアップされることが予測されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。